これまで日本の学校の現場ではあまりパソコンやそして機器というものを使ってきませんでした。日本の子どもたちを勉強のために、または自分自身いろいろな調べ物をするために、そして今回オンラインの授業を受けるために使うというふうに方向転換をさせていただいたわけです。ギガ、グローバル、イノベーション、ゲートウェイ、フォーオール、すべての子どもたちのためのゲートウェイを準備するという構想です。これで一人一台のパソコンまたはタブレットをしっかりと確保した上で、一人一人の子どもたちの学びを進めていきたいと考えています。Chromebook を導入してからは、クラスルーム、スプレッドシート、スライド、フォームなどを活用して、子ども中心の子どもがワクワクできる学びに変わっていると思います。子どもたちは協働しながら、お互いにとって最適な会を見つけていくということを、もう身をもって学べる環境になったなと思っています。Google for Education は、協働的な学び、コスト、セキュリティなどあらゆる面で高く評価されています。ギガスクール構想が目指す教育環境に最も適しているとして、日本の約半数の自治体や教育委員会が採用を決定いたしました。今年いよいよ最新の教育環境が教育現場でも整備されて、子どもたちが一人一台 Chromebook を使い始めることになります。 Google for Education を通じて、主体的で対話的で深い学びというのが日本中に一気に広まっていきます。学びたいことや興味に応じて個別最適化された学びを実現したいなと思います。評価や学年を超えるような、そんな挑戦も試みたいなと思っています。